普通に悪くない数字ですよね。ウィップっていう数字が武田選手異常な数値を叩き出したんです。サファテ投手や藤川選手で 0.63、0.75 という数字となっております。では武田久志はどのぐらいのウィップだったのか。はい、 1.69 となっております。抑えで出てきて、まあランナー1人2人はまあ毎回出すぞという、感じとなっております。そしてさらにおかしいことに、ウィップが防御率より大きくなる異常現象が、起きたんですね、シーズン途中に。ではなぜそこまでランナーを出したのに31セーブできたのか。ランナーを出した後めっちゃ強いんですよ。パワープロで言うならピンチ A。 はい、では状況別の被打率ちょっと見ていきますと、はい、ランナーなし、4割2分5厘、ランナー1塁3割6分8厘ともうハイアベレージでね、打ち込まれておりますが、得点圏にランナーが出てくると1割7分6厘に抑え込むという、もうねランナーなしの時から1割7分6厘でバッターを抑えてくれないかなって、まあ思う人もいるんじゃないでしょうか。胃が痛いですね。はい、そして動画も最後になりますが、武田寿司っていう言葉もなんかあるみたいなんで、それについて、少し解説して終わりたいと思います。